マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の大竹、対するスワローズの先発は村中、以上の両先発、まもなくプレイボールです。さあ注目の立ち上がり、カープの攻撃、先頭バッターは丸。攻撃は1番センター丸。第9投げた、初球すっぽ抜きました、わずかに外れてワンボール。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、スプリット空振り、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打った、一、二塁間ライナー破っていった、ヒット、丸ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げた、外れた、ボール。ファーストランナーをちらっと見て、投球これから2球目、ここで送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、アウト、スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー2塁に変わります。投げました、初球外れても、大きく外れました。第2球投げました、低めの球空振り。第3球スラー空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げました、打ちました、ショート右への打球、アウト、ツーアウトランナー3塁に変わります。さあチャンスが広がって、エルドレッド投げました、スラーブはボール。第2球投げました、2球目はストライク。第3球を投げました、いった、打った瞬間それと分かる当たり、入った入った、ホームラン、先制、ツーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、4番の一振りで先制。今チームメイトが迎えます。バッターはキラー。第9投げた、ボール、まずは低め、わずかに外れてワンボール。さあ次の投球投げた、真ん中に送ってストライク、投げた、ボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げた、ボール、膝元際どいところ、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、外角に送ってストライク。さあ6球目外れた、フォアボール。バッターソヨキ。第9投げた、ボール、完全なボール球。第2球ストレート空振り、これは完全に振り遅れ。第3球を投げました、打ちました、セカンド左への打球、山田自らベースを踏んで3アウト、3アウトチェンジ。1回の表が終わって2対0カープ、まずは先制しています。これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは山田、投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球投げました、高速スライダー、ボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ。第4球を投げました、外角低め、ストレートは外れてボール、アウトロー外れて2ボール2ストライク。さあ5球目、ボール、フルカウント。第6球を投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振。バッターボックスは上田。第9投げた、ストレートはボール。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球は打ちました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは川端、初球打った、ファウルボール。第2球これは見送ってボール、シュート外れて1ボール1ストライク。第3球を投げた、打ちました、そよぎ、ダイレクトでボールを掴んでアウト。大竹、上々の立ち上がりを見せています。
1回が終了しまして2対0、カープ2点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。バッター木村、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げた、インロー際どい球、ボール、これはわずかに外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げた、まっすぐ空振り、タイミング合いません。第5球投げました、外、ストレートは外れてボール、外角外れてスリーボールツーストライク。投げました、変化球見送ってフォアボール、先頭バッターにフォアボールを与えます。ランナー1人を置いて迎えるバッターは石原、キャッチャー二塁送球間に合うか、これは楽々セーフ、盗塁成功です。投げました、変化球ストライク、低め。第3球を投げました、1球外した、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました、ストレートはボール、アウトコース低め、わずかに外れて2ボール2ストライク。第5球151キロ直球、空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは大竹、初球空振り、ワンアウトランナー2塁、セカンド牽制、2塁タッチセーフ、肩越しにランナー見た、初球空振りから打った痛烈な当たり、破った、レフトバックホーム、大竹ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー1塁3塁とチャンスを広げました。外野手は前の方に守備位置を取りました。一塁タッチセーフ。第1球投げた、ストレートはボール、第2球投げた、見送ってボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、内角低め、ボール、カウントは3ボール1ストライク。次は5球目投げた、スラーブ、外れてフォアボール、これで満塁です。バッターは2番菊池、カープ追加点のチャンスを迎え、山田掴んだ、2塁アウト、ショートから1塁送球、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって2対0、カープ現在2点をリードしています。これからスワローズの攻撃に入ります。バッターボックスはバレンティ、投げた、初球から打ってった、センターへの打球、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは飯原、外角低め、ボール、第2球投げました、外角高め、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、変化球見送ってストライク。第4球を投げました、打った、菊池ボールを掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッター雄一、投げました、ストライク。第2球投げました、インコース見送ってストライク。第3球を投げました、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球はボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、シュート、見逃し三振、最後は見逃し三振に倒れました。2回の裏が終わりまして2対0、カープ2点リードは変わりません。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。バッターボックスは松山、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた、ストライク、アウトコース厳しい球でした。投球は3球目投げた、スプリット空振り、これは完全に振り遅れ、追い込んで第4球を打ちました。松山ヒットを放ちました。先ほどツーランホームランを放っているエルドレッド、ストレートはボール、第2球投げた、ボール、高め、際どいところ、カウントは2ボール。第3球はオールスリー、あーっと、とんでもないボール、キャッチャー取れない。投球これから4球目、高めストレッチ、1球見送りました。投球これから5球目、ストレッチ、少し迷ったか、
第6球を投げた。打ちました、いい当たり、センターへ飛んだ、取りました、ランナー一塁に戻ります。あっと送球それた、タッチはセーフ、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。決まった、ストライク。第2球投げた、スラーブはボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、外れた、ボール、カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました、打って、これは平凡な当たり、センターへ上がった、上田、落下点に入った、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは細谷、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、2球目はストライク、もう追い込んでいます。追い込んでから第3球を1球外してボール、アウトコース際どいところ、カウント1ボール2ストライク、ファール、次は5球目、インコース引っ張った、レフトの左、ヒットになります。そよぎ一気に二塁へ、そよぎツーベースヒットを放ちました。さあ、ツーアウトランナー二塁三塁とチャンスを広げました。第9球、初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから第2球、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球をボール、完全なボール球、カウントはツーボールワンストライク。次が4球目、投げました、アウトコース空振り、タイミング合いません。追い込んで投げました、快速空振り三振。3回の表が終わって2対0、カープスコアボードに0が入ります。これからスワローズの攻撃に入ります。バッター川島、投げました、直球決まってストライク、これは完全に振り遅れ。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール、バッターよく見ました、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた、シュート見送ってストライク。第4球を投げた、ボール、カウント2ボール2ストライクです。投球これから5球目、インコース引っ張った、打球はレフトへ、レフトの後ろ、ワンバウンドヒットになった、ボールはセカンドへ、川島ツーベース。右バッターボックスは中村、第9投げた、初球空振り。第2球投げた、打ったい当たりだ、三遊間抜けた、レフトバックホーム、中村ヒットを放ちました。さあ、ノーアウトランナー一塁三塁とチャンスを広げました。投げた、流し打ち、どうだ、ファウルボール、初球ファウルから高速スライダーストライク。追い込んでから投げました、低めボール、カウントワンボールツーストライク、肩越しにランナー見た、投げました、ボール、カウントはツーボールツーストライク、投げました、内角高め、ボール、ボールカウントスリーボールツーストライク、見逃しの三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは山田、投げました、ストレートはボール、際どいボールよく見ました。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、センターへ上がった、取った、タッチアップからホームへ向かう山田、センターへの犠牲フライ、スワローズ1点返しました。バッターボックスは上田、第1打席はショートフライに倒れています。ボール、まずは外。第2球ランナー走った、ボールを2塁へ送った、あっとランナー挟まれた、タッチアウト、スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして2対1、スワローズこの回1点を返しました。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターは石原、今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、ボール、カウント1ボール1ストライク、投げた、3球目はストライク、1ボール2ストライク、追い込んでいます。投球これから4球、相手君空振り三振、バッター大竹、第9投げた、打ちました、初球打ち、川島下がっていった、ヒット、センターからセカンドへ、大竹ヒットを放ちました。
ました。バッターボックスは丸。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。第1球投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球、これはボール。第3球を投げた、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、インハイ、ボール。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げた、空振り三振。バッターは菊池、これが3度目のバッターボックス。決まってストライク。投球これから2球目、これも空振り。バッター追い込まれました。一塁へ牽制球を送ります。タッチセーフ。第3球を投げました、ファール。次は4球目投げました、アウトローの直球はボール。カウントは1ボール2ストライクです。投球これから5球目、アウトコース、ボール。外角外れて2ボール2ストライク。投げました、ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。第7球はランナースプリット、外れた、フォアボール。村中、今日4つ目のフォアボール。第9投げました、ストライク。第2球投げました、打ちました、ファースト右へのライナー。ランナー1塁2塁残塁。4回の表が終わって2対1カープ、現在1点をリードしています。スワローズ、この回は上位打線から始まります。バッター上田、第1打席は内野フライに倒れています。ボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、いい当たり、あっと左中間、どうだ、これはヒットになります。ボールは中継、上田ツーベースヒット。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは3番川端。ネクストバッターサークルにはバレンティン。第2球投げた、高め、外れてボール。第3球を投げた、インコース高め、ボール。さあ4球目、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、1塁、ベースを踏んでアウト。ワンアウトランナー3塁に変わります。さあ同点のチャンスにバッターバレンティン、初球を打ちました、内野ゴロ、菊池取った、アウト。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。第9見送ってストライク、1球目ストライクから投げた、ボール。カウント1ボール1ストライク。投げた、インコース、外れてボール。次は4球目投げた、打ったいい当たりだ、センター交代、取りました。三塁ランナー上田残塁に終わりました。4回までが終了しまして2対1カープ、1点リードは変わりません。これからカープの攻撃に入ります。バッターボックスはエルドレッド、低め外角ストライク。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、あっと右中間、どうだ、ヒット、センター下がった、ボールはセカンドへ。エルドレッド、ツーベースヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターはキラ、今日はフォアボールとセンターフライ。あっとワイルドピッチか、中村今拾った、二塁へ牽制を送ります。タッチはセーフ、二塁はセーフ、投げました、ストライク。タイミング合いません。第3球見送ってストライク、セカンドランナーちらっと見た、追い込んで投げました、ボール。カウント2ボール2ストライクです。さあ5球目ストライク、空振り三振、まさに日の出るような直球。右バッターボックスは6番ソヨ、外角外れてボール。第2球パスボール、そして今拾い直した。第3球を投げました、見送ってストライク。第4球は空振り三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは木村、今日はフォアボールと三振。第2球投げました、外側決まってストライク。投げました、空振り
バッター追い込まれました。第4球は打ちました。ナイスプレー。一塁送球、山田ファインプレーを見せました。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー残塁です。5回の表が終わって2対1カープ無得点で終了です。これからスワローズの攻撃に入ります。バッターは雄一。今日2度目のバッターボックス。インコースいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。第2球投げました。アウトコース低めストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた。インローへ、変化球外れてボール。カウントワンボールツーストライク。第4球を投げた。打ちました。そよくボールを取る。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどツーベースを放っている川島、直球ストライク。外角高め、初球ストライクから投げた。見送ってストライク。投球は3球目。投げた。逆らわずに右へ。ボテボテの当たり、自分でベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。投げた。初球空振り。チェンジアップに全くタイミング合いません。外野手は前の方に守備位置を取りました。外、外れてボール。第3球を投げた。引っ張った。打球はレフトの左へ、ヒット。ボールが転がる。中村ツーベース。さあツーアウトから同点のランナーが出ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは村中。高速スライダーボール。第2球投げました。打った。ライトへのフライだ。二塁ランナー中村残塁に終わりました。前半が終わりまして2対1カープ1点リードは変わりません。試合は後半6回に入ります。バッター石原、ここまで2打席連続三振。第2球投げました。アウトコース、直球は外れてボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。投げました。インコース低めストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。打った。引っ張った。レフトの左、ファール。第5球投げました。見送ってボール。カウントはツーボールツーストライク。第6球を空振り三振。バッターボックスは大竹。第9球投げた。初球を打った。川島バックしていった。ヒットになります。大竹ヒットを放ちました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは丸。第9球投げた。ボール、わずかに外れました。ファーストランナーをちらっと見て投げた。インコース引っ張った。手応えは十分か。ライトに送った。ホームラン、ツーランホームラン。ライトスタンドへ突き刺さった。ストレートを狙い打ち。4対1、カープリードを3点に広げます。チームメートが迎えます。バッターは菊池。第9球投げた。ストレート決まってストライク。さあ次の投球投げた。ボール、これは完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。投げた。3球目空振り。次が4球目。投げました。打ちました。ショート正面。ショートから一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。今日ヒットを放っている松山。第2球スラウダー、ボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。ボール。カウントはツーボールワンストライク。第4球を投げました。打ちました。いい当たり、ライトへ行った。ヒット。ライト交代。松山ツーベースヒット。ここまで2安打のエルドレッド。第9球投げました。ボール。第2球投げました。2球目空振り。第3球を投げました。打った。センターへの打球取りました。
これで3アウト。6回の表が終わって4対1カープリードを3点としています。スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃。バッター山田今日は三振とセンターへの犠牲フライ。セカンド山田。第2球投げた打った抜けた山田ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第9ストレートはボール。第2球投げた外れたボール。カウントは2ボールノーストライクです。投げた渾身のストレート空振り。145キロストレート。第4球を一塁ランナー出た投げたキャッチャー二塁へ送球タッチはアウト。これでワンアウト。打ちました。ボールはライトへ飛んでいきました。これはヒットになります。上田ヒットを放ちました。ワンアウトランナー一塁となりまして川端今日はショートライナーとファーストゴロ。タッチはセーフ。第9投げた初球外れてボール。第2球一塁ランナー走った二塁送球はどうだタッチアウト。盗塁失敗。投げたボール。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。高めボール球打った打球はセンターへヒット。川端ヒットを放ちました。初安打。バッターボックスはバレンティ。今日はセンターフライトセーフ。初球から打ってった打球はセカンドの左。自らベースを踏んで3アウト。3アウトチェンジ。結局1塁残塁です。6回までが終了しまして4対1カープ3点リードは変わりません。村中マウンドを降りまして左の9個今日2番手としてマウンドに上がります。ゲームはこれから終盤に入ります。今日全くいいところがないキラーボール。これは完全なボール球。第2球投げましたボール。カウンター2ボール。第3球を投げました高めストライク。投げました打ったレフトへ持っていったヒットボールは中継へ。キナヒットを放ちました。カーダイソーを送ります。赤松一塁に入りました。ランナー一人を置いて迎えるバッターはソヨ。今日はここまで3打数1打ちました。ヒットエンドラン1、2塁間ソヨギヒットを放ちました。さあノーアウトランナー1塁2塁とチャンスを広げました。打ちました初球打ち左中間へ持っていきましたが掴みました。ボールは中継へ。これでワンアウトランナーは1塁2塁変わりません。バッターは8番石原今日はここまで3打数ノーヒット3三振2塁タッチはセーフ。投げました初球を打ちました。山田下がったヒットになります。ボールが点々と転がっている。ライトからセカンドへカープリードを4点に広げます。バッターはピッチャー大竹ここまでヒットは3本。投げました変化球ストライクインローへこれは完全に振り遅れ。投球これから2球目ボール。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた打ったい当たりだショートバウンドショートから1塁送球好プレーを見せました。これで2アウトランナーは2塁3塁変わりません。第9球初球スライダー空振り少し迷ったか。初球空振りから第2球チェンジアップはボール際どいところ。カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げた3球目はストライクバッター追い込まれました。第4球を投げたストレート空振り三振ボール球で仕留めました。スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏スワローズラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターは飯原今日はセカンドゴロとセンターフライ。さあ次の投球投げた見送ってストライクバッター追い込まれました。第3球を投げた打ちました1、2塁間の打球抜いていった飯原ヒットを放ちました。初安打バッター雄一今日は三振とショートゴロタッチセーフ
第9一塁ランナーキャッチャー二塁送球間に合うか、タッチアウト、ワンアウト、打ちました、菊池掴んだ、アウト、これで2アウト、ランナーありません。次のバッターは川島、初球見送ってストライク、1球目ストライクから投げた、高速スライダー見送ってストライク、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目、1つ外したボール、カウント1ボール2ストライク、次が4球目、投げました、打ちました、引っ掛けた、そよ、ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして5対1、スワローズラッキーセブンは無得点で終わりました。9個降板、マウンド上ピッチャーは押本、今日3番手としてマウンドに上がります。カープこの回は2番からの高打順、バッターボックスは菊池、これが5度目の初球を打った、セカンドゴロ正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。今日2本のヒットを放っている松山、ストレートはボール。さあ次の投球、投げました、直球見送ってストライク、第3球アウトの際どい球、ボール、バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク、第4球を投げました、決まった、ストライク、第5球投げました、内角外れてボール、内角外れて3ボール2ストライク、第6球を投げました、打った、痛烈な当たり、ダイビングキャッチ、ファインプレー、これで2アウト、ランナーありません。ここまで2安打のエルドレッド、ストレートはボール、まずはアウトコース、第2球投げました、サード右への打球、川端取った、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。カープ三者凡退に打ち取られました。8回の表が終わって5対1、カープ現在4点をリードしています。これからスワローズの攻撃に入ります。今日2本のヒットを放っている中村、投げた、見送ってボール、際どいボールよく見ました。第2球投げた、低めストライク、第3球を投げた、打った、アウト、菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、代打は田中、第9球初球から打ってった、レフトへの当たり、ヒット、ボールは中継、田中ヒットを放ちました。バッターは山田、第9球ボール、まずはインコース、第2球変化球ストライク、アウトコースへ、第3球を投げた、3球目はストライク、第4球はインコースへ変化球ボール、カウントは2ボール2ストライク、さあ投球は5球目、インコース引っ張った、ライナーだ、クリーンヒット、一塁ランナー二塁を回った、山田ツーベースヒットを放ちました。これで今日は3打数の2安打。大竹マウンドを降りまして、マウンドに上がったのは長川、今日2人目のピッチャーとして登板です。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、上田、さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか、第2球投げた、見送ってストライク、投球はこれから3球目、ストレートはストライク、サードランナーちらってみた、第4球を打ちました、セカンド右へのゴロ、セカンドから1塁送球、アウト、スワローズ1点入りました。さあこれで2アウトランナー3塁、スワローズなおもチャンスが続きます。打ちました、初球打ち、レフト前クリーンヒット、スワローズ点差を2点に縮めました。バッターバレンキン、今日4度目のバッターボックス、第9投げた、アウトローへストライク、アットが空を切りました。ファーストランナーをちらっと見て、第2球投げました、打ちました、1・2塁間ライナーで破った、これはヒットになります。バレンティンヒットを放ちました、今日初めてのヒットになりました。投げました、初球はストライク、まずは初球決めてきました。第2球投げました、もう外角低め、第3球を投げました、
打ちました、いい当たり、入れば逆転、どうだ、レフトセンター見送った、ホームラン、逆転、スリーランホームラン、左中間スタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えました、長川痛恨の一撃、スワローズ逆転6対5。長川降板、ここでマウンドに上がったのは横山、今日3人目のピッチャーとして登板です。そして次のバッターは雄一、第9、投げました、初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、投げました、高めボール球打った、打球はライト右へ、ヒット、雄一ヒットを放ちました、初安打。ランナー1人を置いて迎えるバッターは川島、投げた、低めストライク、投球これから2球目、ボール、1球外してきました、肩越しにランナー見た、1塁タッチセーフ。第3球はスプリットはボール、カウンター2ボール1ストライクです。次は4球目、投げた、4球目空振り、カーブに全くタイミング合いません。第5球、投げた、ボール、ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を見送ってフォアボール、ランナー2人を置いて迎えるバッターは中村、これで打者一巡の攻撃になりました。初球を打ちました、セカンドがっちり取って、2塁アウト、3アウトチェンジ。8回までが終了しまして6対5、スワローズこの回逆転に成功しています。押本マウンドを降りまして、マウンド上は七条、最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。いよいよ最終回を迎えました。バッターは守備から出場の小久保、今日最初のバッターボックス。第2球、投げた、ストレートはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、打った、サード右抜けるか、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーがありません。ここまで2安打のソヨ、外を際どい、ボール、ここはよく選びました。第2球、投げた、2球目空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、外角高め際どい球、ボール、わずかに外れました、カウントは2ボール1ストライク。打ちました、セカンド正面、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは代打岩本か、最後のバッターになるのか。第9、初球を打った、ボールがライトへ飛んでいきました、ゲームセット、スワローズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対5、スワローズ僅差で勝利しています。勝利投手は押本、敗戦投手は長川、そして西武は七条。実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。